カタールワールドカップでは的確な采配でスペイン、ドイツとワールドカップ優勝経験国を撃破し、日本代表の躍進を支えた森保一監督。今回は2026年北中米ワールドカップまでの続投が決定した森保監督にまつわる50の面白エピソードを紹介していきます。小学校5年生から長崎のクラブチームでサッカーを始めた森保少年のポジションはゴールキーパーで、全国大会にも出場している。進学した地元の中学にはサッカー部がなかったため、隣町にある中学校のサッカー部に参加したが、スパイクを隠されるいじめに遭い、心が折れかけてしまう。なお、この一件を聞いた森保の父親が学校に直談判し、息子のためにサッカー部を創部したらしい。高校で長崎のサッカー強豪校国見高校へ入学を試みた森保だが、受験をなめていたため父親の猛反対に遭っている。攻撃的ミッドフィルダーとして活躍した長崎日大高校時代、レッドカードを2枚もらってしまう。なお、チームメイトがラフプレーを受けたことに腹を立て、相手に飛びかかった模様。高校2年の時、サッカー部の練習がきつすぎて逃げ出し、学校にも行かずやんちゃな仲間とつるんで遊び歩いていたが、1週間後に頭を丸めて謝罪し、サッカー部に戻ったらしい。高校卒業後、マツダサッカークラブに入団するが、マツダ本社では採用されず、子会社のマツダ運輸に配属され、毎日梱包の仕事を終えてから練習に参加していたらしい。なお、当時の給料は4万5000円というブラックな環境だったため、将来に備え大型免許を取得した模様。そんな森保のマツダサッカークラブ入団当初の髪型はパンチパーマ。なお、現在の髪型ポイチカットは30年以上通い続ける広島の理髪店で生み出されており、カタールワールドカップ出発前も散髪に訪れている。森保のサインは、マツダサッカークラブ時代のチームメイトに考えてもらったものを使い続けているため、そのチームメイトも森保のサインをかけるらしい。サッカーに打ち込んだ森保は、当時マツダサッカークラブの監督であったハンス・オフトの目に留まり、1992年、オフトが日本代表監督に就任したことで、代表に初招集される。なお、無名だった森保は、チームメイトから森保一と勘違いされ、サポーターからは森保コールが飛んだらしい。選手からもポイチの愛称で親しまれている森保が、高校時代に姓が森で名前がホイチとたびたび勘違いされたことから、同級生がポイチと呼んだのが由来らしい。なお、このエピソードは森保の自伝本ポイチ森保はじめ自伝雑草魂を胸にで語られている。オフトジャパンで初出場を果たしたアルゼンチンとの国際親善試合では、アルゼンチンの国民的英雄クラウディオ・カニーヒアなどから高く評価され、一躍脚光を浴びた森保。なお、日本にボランチという言葉を定着させたきっかけにもなった模様。オフトジャパンのチームメイト津波聡はインタビューで森保について聞かれると、あの時代はラモス・ルイというスーパースターの言うことを聞かないといけない雰囲気だったが、森保だけは無視して監督の言うことを真面目に聞いていたと過去について明かされてしまう。なお、ラモスは、ふざけんな、俺に出せよお前とずっと怒っていた模様。日本代表のボランチとして定着した森保だが、1993年ワールドカップ初出場をかけたアジア最終予選イラク戦で起きたドーハの悲劇では、フル出場したにもかかわらず試合後の記憶がなく、気づいたらホテルのベランダで泣いていたらしい。1992年 J リーグが開幕し、マツダサッカークラブはサンフレッチェ広島として参入したが、1997年になると経営状況が悪化、主力選手が放出されたが、サポーターの移籍反対署名により森保だけ期限付き移籍に変わった模様。1999年サンフレッチェ広島へ復帰した森保だが、怪我の影響で出場機会に恵まれず、2002年ベガルタ仙台へ移籍するも、翌年戦力外通告を受け現役を引退。なお、サンフレッチェ広島からフロント入りのオファーを受けた森保は、現役引退後に下部組織のコーチに就任している。2007年ミハイロ・ペトロビッチの下、トップチームのコーチに就任。3年間ミシャさんから本当に学んだと語るほど、指導者として多大な影響を受けた森保。なお、カタールワールドカップで日本代表が採用したシステムは、ペトロビッチが導入したミシャ式と呼ばれるもので、森保ジャパンの根幹にはペトロビッチの存在がある模様。2010年アルビレックス新潟のヘッドコーチを経て、2012年ペトロビッチの後任としてサンフレッチェ広島を率いると、キャリア1年目で J1 年間優勝、4年間で3度の J1 リーグ優勝を成し遂げるなど、勝ちにこだわる堅実なスタイルで J リーグに旋風を巻き起こしてしまう。あるインタビューで、もし監督じゃなかったら何になりたかったの？の質問に、心理カウンセラーと答えるほど人の心に寄り添いたい森保。監督としてチームを率いた森保は、当時うつ病を抱えた森崎浩二に、24時間いつでも電話していいからと寄り添い、全体練習より3時間前からランニングに付き合うなど、選手の心にもしっかり気を配っている模様。2015年 J リーグ浦和レッズ戦のハーフタイム、腰が引けたプレーを見せたチーム最年長のミカエル・ミキッチに対し、何しとんならと広島弁で激怒したらしい。なお、お前ら何目指してるんだと激怒した森保の質問に、優勝
と片言の日本語で答えたミキッチが面白すぎて、チームメイトは笑いをこらえるのに必死だった模様。地元で行きつけの韓国料理店店主の命日には、可能な限り店に顔を出し、行けない時は必ずメールするなど、ギリがたい森安。当時、横浜 FC に所属していた三浦和義と7年ぶりにスタジアムで再会した際も、カズが途中出場すると、取材を切り上げ試合を視察しに戻ったらしい。森安のマネジメントを担当するフットメディアの社長でフリーアナウンサーの西岡明彦は、30年来の友人である森安について、表裏がない人柄で人望が厚く、決してブレず人の意見には流されない、根っからの指導者、と語っている。雑誌の対談で意気投合した元広島カープ監督の野村健次郎とは、家も近所で30年来の友人。ある友人が野村監督にダメ出しした際、温厚な森安の態度が一変し、監督は簡単な仕事じゃない、と激怒したらしい。1994年アジア大会の日韓戦を野村と一緒に観戦したが、試合中あまりに熱くなった森安は、試合終了後、野村の存在を忘れ一人で帰ってしまったらしい。都内のレストランで読売ジャイアンツの原辰徳監督とばったり遭遇した森安は、店の入り口で直立不動で全力待機をし、サインまでもらってしまう根っからの G 党だった模様。ワールドベースボールクラシック中国戦で始球式を務めた森安は、スローボールでノーバウンド投球を披露し、力むとバウンドボールになるのでキャッチャーに届くことを優先したと、野球でも堅実なスタイルを見せてしまう。そんな森安を支える奥さんは高校の同級生であり、陸上選手としてインターハイに出場した美少女と学校のマドンナ的存在だったらしい。なお、森安は家事や育児にも真面目かと思いきや、全て奥さん任せらしい。森安の3人の息子はサッカー選手として海外でもプレーしたが、三男以外は現役引退しており、次男は登録者23万人を超える YouTuber として活躍している模様。森安と同じ名字を持ち、一時娘ではないかと噂されたアイドル博多48の森安まどかは、森安人気が高まったことで SNS のフォロワーが増加したらしい。その森安一家が住む広島の自宅だが、テレビの密着番組で自宅を公開したとき、高級住宅街として有名な陽光台だと特定されてしまう。 J リーグでの監督の実績が評価され、2017年東京オリンピック代表監督に、また2018年からはフィリップ・トルシエ以来の日本代表監督も兼任することになった森安の年俸は、オリンピック代表で4800万円、日本代表で1億5000万円だったらしい。なお、北中米ワールドカップまでの日本代表監督契約延長により、年俸は5000万円アップの2億円になった模様。2018年ロシアワールドカップでは、オリンピック代表監督を兼任しながら、コーチとして日本代表西野朗監督に帯同しサポート。決勝トーナメントに進出するも、当時 FIFA ランキング1位のベルギーに、アディショナルタイムで劇的な逆転負けを喫するロストフの悲劇を経験してしまう。選手からの人望が厚い森安だが、当時ベルギーのシントトロイデンの鈴木優馬を、イライラする部分が好きじゃないとコメントしながらも、日本代表に招集してしまい、だったら呼ぶなとブチギレさせてしまう。カタールワールドカップアジア最終予選、ワールドカップ出場には絶対に負けが許されない状況の中、オーストラリア戦に勝利した森安は、試合後に突然マイクもない状況下でファンに45秒間もメッセージを伝えてしまう。なお、サポーターへの感謝と一緒に戦いワールドカップに行こうと声は全く届かなかったが、熱い思いを届けた模様。ドーハの悲劇をピッチ上で経験したカズ、ラモス、武田信弘が森安の激励を兼ねた食事会を開催すると、アジア最終予選で危機的状況にいたチームは連勝し、カタールワールドカップ出場権を獲得してしまう。カタールワールドカップアジア最終予選中、メディアや SNS にはガチ無能、森安やめろなど心ない言葉が溢れていたが、ワールドカップ決勝トーナメント進出後には、森安さんごめんなさい、森安有能がトレンド入りするなど、手のひら返しを受けてしまう。カタールワールドカップのメンバー発表記者会見で名前を呼び上げる森安の、伊東純也のイントネーションがおかしいとネット上でざわついてしまう。なお、純也みたいに言うな、じわじわ来るとツッコミが相次いだ模様。カタールワールドカップまでの4年間継続的にプレーし、チームに貢献した大迫勇也と原口元気が代表メンバーからまさかの落選。この選考について森安は、最後非常なことをしてしまったという部分、彼らがそのまま入ってきてもおかしくないと謎のフォローをしてしまい、かなり苦しい胸の内を明かしている。カタールワールドカップドイツ戦では、的確な采配で日本代表を勝利に導いた森安だが、本田圭佑の解説通りの選手交代をしたことで、放送を見ながら指揮を取っていたのではないかと話題になってしまう。カタールワールドカップコスタリカ戦のハーフタイム、ロッカールームで森安が、玉際負けんなとブチギレてしまう。なお、帰国後の記者会見で吉田麻也は、森安がブチギレたのが一番印象的だったと語っている。
アジア最終予選からカタールワールドカップと各試合の国歌斉唱で感極まり涙を浮かべる森保が話題に。たくさんの応援を受けていると思い、君が代を歌うと目頭が熱くなると語る森保の前には、国歌斉唱時に涙姿を撮ろうとカメラが集まってくるらしい。試合中メモを取る姿が印象的な森保だが、使用していたノートは国用製 B6 サイズで、カタールワールドカップ後問い合わせが急増したらしい。その森保ノートには何が書かれているのか気になるファンが続出する中、堂安シュート決めたや三笘ギリギリ頑張ってクロス上げたなど試合中起こった事実だったことが話題に。しかし海外では強豪国を撃破したことでメモに名前が書かれたチームは敗退するとデスノートと呼ばれてしまう。なおスペイン戦ではノートにメモし始めた後半開始直後、堂安律が左足で豪快な同点弾を決めたことからさらに信憑性が高まった模様。スペイン戦で勝利し決勝トーナメント進出を決めた森保は試合後あまりの嬉しさにアイドルばりの笑顔でハートを飛ばしてしまう。カタールワールドカップスペイン戦の前日会見でもメモを取る森保に記者から何をメモしていたのかと聞かれ、鈴木さんと答え会場に衝撃が走る。なおたまたま直前に質問していた鈴木優衣アナウンサーだっただけで森保流のジョークだった模様。さらにカタールワールドカップクロアチア戦の前日会見でもできればどことも当たらず勝ち進みたい、ミキッチから情報が漏れないようになど采配同様冴え渡るジョークを炸裂した模様。謙虚で常に低姿勢な森保のメディア対応は評判が良く、取材を受けたことがある記者には直伝するなど気さくに話をし、また囲み取材ではいい質問と持ち上げて記者の心を掴んでいるらしい。なおあるアナウンサーが森保にインタビューした際スコアを間違える指摘を受けたが、後日メールでしなくてもいい指摘をして申し訳ない、何度か話をさせてもらって友達感覚でしたと謝罪のメールを出すなど、かなり丁寧な対応を心がけている模様。さらにスポンサーなどに対しても気配りを欠かさない森保は会見の冒頭でスポンサーへ感謝を述べたり、 J リーグ視察時の関係者への挨拶回りをするなど、その真面目で律儀な性格から優秀な営業マンと呼ばれてしまう。コロンビアとの国際親善試合の後半、途中交代の浅野拓磨にメモを託し、それをピッチ内でキャプテン遠藤航に飛ばす森保ノートの進化系を披露してしまう。なお遠藤はそのメモをどう処理すればいいか迷い、ソックスの中にしまってプレーした模様。日本代表の七海博コーチとの海外視察後のインタビューで、七海はサッカーのディテールが見えているという森保のコメントにコントのようだとツッコミが殺到。なお七海は監督時代ジュビロ磐田を J1 から J2 に、松本山雅を J2 から J3 に降格させている。ということで今回は森保監督にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画がまあおもろかったじゃんと思った方は高評価コメントだけでもよろしくお願いします。それではまた。